スベトスラフトドロフは、ブルガリアドブリッジ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。初期1996から97シーズンに、国内一部リーグの FC ドブルジャでキャリアを開始したトドロフは、12試合に得点を記録した。その後、二部王者のリテックスロベチと契約し、4期の、 在籍で70試合34得点を記録した。その活躍から、イングランドのクラブの関心を集め、プレストンノースエンド FC と、ウエストハムユナイテッド FC のトライアルを経て、2001年1月に、同国一部のウエストハムとの契約を勝ち取った。ブルガリアでプレーしている間に2000年5月13日の、PFC スパルタク・バルナ戦で一度だけ、退場処分となっている。 ウエストハム移籍金50万ポンドインセンティブ200万ポンドでウエストハムと契約したトドロフはリバプール FC 戦で初出場公式戦出場3試合目となった FA カップのトッテナムホットスパー FC 戦で公式戦初得点ミドルズブライ f C 戦でリーグ戦初得点を記録したしかし2001年5月にハリー・レドナップ監督からクレーンローダー監督に 交代すると構想外となり、2001から0にシーズンの出場がわずか8試合にとどまった。ポーツマス以前指導を受けたレドナップ監督の誘いから2002年3月に移籍金75万ポンドで2部のポーツマス AFC と契約し、レドナップ監督は非常に知的な選手とトドロフを表した。ポーツマスでの2試合目となったプレストン戦では、 同2001から02シーズンで唯一となる一発退場となった。翌2002から03シーズンにレギュラーの座をつかむことに成功したトドロフは最終節のブラッドフォードシティ AFC 戦でのハットトリックを含め45試合26得点で得点王となる活躍でチームを優勝と一部昇格に導いた。最終節にハットトリックを達成したことで ノッティンガムフォレスト FC のデビッド・ジョンソンを抑えて、得点王に輝いた活躍に、レドナップ監督から惜しみない賞賛が送られ、2003年7月には、クラブから3年の契約延長が提示され合意した。また、クラブでの好調さからブルガリア代表に復帰を果たしている。このように、絶頂期を過ごしていたものの、プレミアリーグ開幕前の練習中に、膝の靭帯を負傷してしまい、 膝の手術のために2003から04シーズンの欠場を余儀なくされた。2004年2月にポーツマスのリザーブチームで復帰を果たし、アウェーでのリバプール FC 戦でトップチームに復帰した。前述の負傷により2003から04シーズンの出場はわずか1試合のみとなり、さらに2004年5月にサイド膝の手術を要したため同年夏に行われる。 ユーロ2004と2004から05シーズン全体の欠場となった。2期に渡り棒に振っていたものの、2005年8月に契約延長が提示された上で体調を取り戻すために他クラブへの期限付き移籍での話が切り出された。しかし、最終的に2005から06シーズンはポーツマスに残留することが決定し、主に途中出場で出場数を重ねた。同シーズンでは、 2005年12月に、ポーツマスに復帰した、レドナップ監督の下で、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦での決勝点、全所属のウエストハム戦、ブラックバンド・オーバーズ FC 戦、サンダーランド AFC 戦とで合計4得点を挙げ、生き残りに苦しんでいたクラブの一部残留に一役、勝った。2006から07シーズンは、開幕から3試合で2得点を記録後に、 同リーグのウィガンアスレティック FC へシーズン終了までの期限付き移籍が決定した。この取引にウィガンのポールジュエル監督はボールをネットの中に入れる純粋なストライカーと表し期待を寄せていたものの得点を上げることはできず出場もわずか5試合と印象付けるのに失敗し2007年1月にポーツマスへ復帰が決定した。ポーツマス復帰後は 2007年3月のフラム FC 戦で途中出場したのみだった。チャールトン・ポーツマスで構想外となったため、出場機会を求めたトドロフは、2007年7月に自由遺跡で同国2部のチャールトン・アスレティック FC と1年契約を締結した。9月に同じロンドンを拠点とするライバルのクリスタル・パレス FC 相手に初得点を挙げたものの、10月の プリマス・アーガイル FC 戦で膝を負傷したことで2007から08シーズン残りの欠場が決定。2008年6月に契約を1年に延長することに成功したが、2008から09シーズン終了後の契約延長を勝ち取ることができず、契約満了に伴い対談が決定した。晩年2009年7月16日に自由遺跡で、フルスノリテックス・ロベチと契約。 8月8日の PFC ローコモティフメズドラ戦で、イベリン・ポポフに交代で後半から初出場を飾ると、89分に移籍後初得点を挙げた。10月25日のレフスキ・ソフィア戦で、試合終了間際に決勝点を記録。その後も活躍を続けていった結果、2011年1月に、リテックス・ロベチのファンから2010年度の年間、最優秀選手賞に選出された。 7月12日に、モンテネグロ一部の FK も、グレンドの UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、予選2回戦、第1戦で1点のビハインドを追いかける中で、後半に2得点を挙げ、クラブを見事勝利に導く活躍を見せた。2012年夏に、リテックス・ロベジオ対談後は、ウクライナプレミアリーグの昇格組である FC ホベルラ。 ウージュホロドと8月から1年契約を締結した。ホベルラで現役引退を表明したトドロフは2013年8月14日にブルガリア2部を戦う古巣の PFC ドブルジャドブリチの監督に就任し、選手としてのキャリアを開始したクラブで監督としてのキャリアを開始することとなった。ありがとうございます。